それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。名将夜空好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく名将夜空行きました。続いて前へ行くのはジークルーネン、さらには西野ティアモ、10番キャプテンレキ、その後ろ名将夜空先手を取りました。そして大きく離れてペリオスサラ、この位置です。ラブスコール、そのうちに続いています。その隣にマスクオールウィン、隣にはフィンク、緑の帽子キャットファイト、その後ろ、その外からイーフェイオン、内からはメジャーデビュー、並んで8番可憐な乙女、この位置にスティールブルー。少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。前は名将夜空、2番手は西野ティアモ、テリオスサラ、3番手後続も追い上げていきます。さあ先頭は名将夜空、テリオスサラ、その後ろ、その外からはキャットファイト、離れて西野ティアモ。さあいよいよ直線の攻防、ここで先頭はキャットファイト、200を切ったキャットファイト、まだ離す、まだ引き離す。2番手はペリオスサラ、キャットファイト1着、2着はペリオスサラ、3着にスティールブルー、キャットファイト、見事このレースを制しました。スタートしました。インプ好スタート、ジークルーネン、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくジークルーネン行きました。続いて前へ行くのはピンク、先頭に戻りましょう。先手を取ったのは名将夜空、ピンク、それに続きます。その外からテリオスサラ、並んで12番ジークルーネン、これに続くのがキャプテンレキ、ピンクの帽子西野ティアモ、その後ろ、内からはラブスコール、その外にキャットファイト、その隣にマスクオールウィン、隣にはイーフェイオン、スティールブルー、すぐ後ろ並んで7番メジャーデビュー。さあ先頭は依然として4番名将夜空、ジークルーネ、ほとんど差がありません。間を挟んでインプ、3番手後続も追い上げていきます。さあ先頭は名将夜空、インプ続いています。ジークルーネ続いています。さあ直線に入りました。これからの勝負、名将夜空先頭、200を切った、先頭は依然として名将夜空、外から一気に突き抜けるか、ペリオスサラ、ティンク、ラブスコール、抜き去った、先頭はラブスコール、1着でゴール、2着は微妙です。勝ったのはラブスコール、このレースを制したのはラブスコール。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。さあ前に行くのはどの馬か、テリオスサラ前に行きそうです。名将夜空それに続いています。さらには西野ティアモ、9番キャットファイト、その後ろ、先手を取ったのは名将夜空、間が空いてラブスコール、その外からキャプテンレキ、内からはマスクオールウィン、その隣にピンク、これに続いてジークルーネ、ピンクの帽子イーフェイオン、その後ろエリカリシャン、そのうちに続いています。並んで6番スティールブルー、隣にはメジャーデビュー。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ先頭は依然として4番名将夜空、2番手はテリオスサラ、ピンク、3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭は名将夜空、離れてインプ、イーフェイオン、その後ろ、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立ったテリオスサラ、残り 200m、 これは完全にちぎれた。2番手は可憐な乙女、これは強いテリオスサラ、これは決まったか、テリオスサラ強い強い、テリオスサラ圧勝ゴールイン。2着は可憐な乙女、3着にスティールブルー、テリオスサラ、見事このレースを制しました。スタートしました。ラブスコール好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくラブスコール行きました。続いて前へ行くのはペリオスサラ、前に戻りましょう。先手を取ったのは名将夜空、その隣にラブスコール、少し開いてキャプテンレキ、オレンジの帽子ペリオスサラ、その後ろ、内からはマスクオールウィン、その外から西野ティアモ、その後ろにジークルーネ、その後ろにキャットファイト、その外にイーフェイオン、ピンク、そのうちに続いています。並んで2番エリカリシャン、その外に可憐な乙女。ここまでほぼ平均ペースです。前は名将夜空、2番手はラブスコール、間を挟んでキャプテンレキ、3番手後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭は名将夜空、間が空いてキャプテンレキ、その外からはイーフェイオン。4コーナーカーブから直線コースに向きました。
リフェイ、イオン先頭200を切った。ここで先頭変わってスティールブルー、一気にキャットファイト、スティールブルーここまでか、キャットファイト、キャットファイト、1着2着はスティールブルー、3着にリフェイ、イオンキャットファイト、見事このレースを制しました。スタートしました。ポンと飛び出したのはジークルーネン。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してジークルーネン鼻に立ちます。その後ろからは名将夜空、この馬も上がっていく構えです。さらにはキャプテンレキ14番西野ティアも、その後ろ名将夜空先手を取りました。少し開いてラブスコール、その隣にマスクオールウィン、その横にピンク、その後ろからはキャットファイト、黄色の帽子可憐な乙女、その後ろその外にイーフェイオン、内からはスティールブルー、その外からテリオスサラ、エリカリシャン、そのうちに続いています。これは少々スローペースです。展開への影響はどうでしょうか。さあ先頭はまだ4番名将夜空、2番手はジークルーネインプ、3番手この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭は名将夜空、離れてインプ、さあ直線に入りました。これからの勝負、名将夜空先頭200を切った。先頭は変わってスティールブルー、2番手はエリカリーシャン、スティールブルー先頭だ、キャットファイト、キャットファイト、1着2着は微妙です。勝ったのはキャットファイト、このレースを制したのはキャットファイト。